みんなおはよう。あ、お待たせお待たせ。このゲーム絶対神ゲーだよ。準備 OK？ あ、いや俺とやるから何でも面白いよ。いや確かに俺とやれば何でも面白いよ。あ、まあ、お前これ京都で一番面白いんだぞ。俺思んないことない。京都で一番面白いんだ。俺一個逸話があって、うん、俺あの山手線乗ってる人全員一回笑わせたことあるんだよ。そんなことある？すごいだろ。そりゃすごいな。俺そう始める前に聞いてほしいんだけど、京都に山手線ってあるの？あ、始めようか。うん、東京に来た時の話な。あ、東京に来た時の話か。じゃあ行こうか。はい、よし行こうか。これは何をしていくゲームこれ？うん、これは、進んでいくの、うん、2人で。なるほどな。うん、キンキと私で協力して進んでいくっていう感じのゲームなんだよね。うん、お前協力とかできないだろ絶対。できる。あ、できたできた。これ一周だ。あ、できたできた。一周はすりゃいいんだこれ。お前いいなんでいつも大事なこと言ってくれないんだよ。いや、わかんねえよ。私も知らないよ。いや、キンキンゲームうまいと思ったんだけどな。なんでもうまいんじゃなかったんだ。昔なんだ。あ、昔なんだ。いや、昔一番うまかった。うん。らしいよね。本当に日本で俺よりゲームうまいやついなかったと思うよ、あの時は。そんなに？そのパソコンゲームが出た当初。はい。あ、そんなにやったんだ。京都の人ってさ、すごい面白いイメージがあるけど。いや、おもんないよ。相当やばいよ。おもんないの。おもんないの、京都の人。うん。俺以外全員おもんない。そうなんだ。そんなすごいんだ、キンキって。うん。行くで。はい。ちょっと早いかも。遅いな。あ、わかった。こうだ。あ、お前、蹴飛ばすなや。え、お前、カルビ、お前、カルビ、お前、蹴飛ばすなや。蹴飛ばしてないよ。お前なんか今日笑い方変じゃね？そんなことない？え、変？うん、ちょっとなんか何だかな。笑い方がなんかいつもと違う気がするけど。いや、今、セロギーだから。どうしちゃったの？なんて言ってる？いや、今だって、面白すぎたからさ。面白すぎたから、だって今の、まあね、どう見ても。お前すごいな、やっぱ京都一かもしれん、これは。今日の笑い方まで面白い、今日どうしちゃったんだ。うん、まあそりゃな、その全部考えてやってるから、ここでこう笑えば面白いだろうっていうのを考えてやってるから、うん、だってこれ行くよ。ほらららららほらららららほらららららほらららほらららほらほら。これどうやって進んだ？あ、同時にか。カルビお前本当頭が悪いな。頭が悪すぎるわ。ケンキはなんでそんな頭いいの？どこの大学行ってたんだっけ、ケンキって。なんか頭いいとこ行ってたよね。いや、大学とか関係なく生まれた時からだったな。うん、あ、生まれた時から頭いいんだ。全員に下してる。最低だ。人類全員見下してる。最低すぎるよ。みんなが1週間かけてやる問題を俺は2分で解いた。だからゲームとか作れるのか、すげえな。因数分解俺小3で解いたもん。因数分解っていつやるやつなの？なんかちょっとバカっぽいんだよな。それ何？それなんかどうした今日？元気下手だなお前。いやいや俺ほら今半分した。見てこの。いやいや。見てこの。見てこの。これは京都人の悪知恵だ。
ぶんぶんでてるじゃん。トパコのやりたほうが。歩き方までバカにすんな。お前。ぶんぶんでてるじゃん。京都人の歩き方までバカにすんな。最低だよ。これ俺が開発してたらここでボス出すんだけどな。ちょっと早くない？ゲーム作ると開発者目線で喋っちゃう、うん、あー職業病だね。だから最近あんまり楽しめないゲーム。え、そうなの？俺のがおもろすぎて、うん、俺のがおもろすぎて、自分が作ったゲームがおもろすぎて他のゲームがおもんなく感じちゃうってこと？え、そう。ほんとくんか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 ん。じゃあ世界一面白いゲームなのね、プロジェクト F は。やってみて思ったでしょ。まあ面白かった。あれを無料で出すっていうな、うん、紳士さよ。あ、確かに紳士か。紳士なんだって。紳士おい、何してんのお前ら。誰？ケンキだよ。俺は京都で一番面白い男。うん、やめろ、それで言うな、俺の声で。俺は、そういうこと言うな。他の京都の人間はあまり面白くない。俺が一番京都で面白い。そんなこと言ったことねえだろ、俺。やめろ、お前。俺は山手線全員笑わせたことある。なんで山手線なの？俺は結構見下してる人を、かなり見下してる人を。やめろ。全員平等に見下している。見下してねえよ。お前俺のことなんだと思ってんの？平等に見下してる。彼よりもプルでもアリケンは特に見下してる。何これ誰お前、誰よ、ケンキだよ。でもケンキここにいるからね。配信中に乱入してくるなよ。そうだよな、ごめん。それは配信者にとってのタブーだよ、うん、何も連絡もなしにいきなり入ってくるっていうのは。そうだから、どうすんの俺は、うん、お前も見下す。誰なの？俺はお前を見下す。なんでお前にとってがさでは、バックショー、俺の。さ。バカにしてるだけだよ。俺が、カルビを有名にした。それは本当に違う。俺の力で、カルビは女王になった。違う、それややこしい。9割俺のおかげ。だから中身誰か分かんないな。お前ややこしいって言うな。さもう許してくれ。おケーキのマネージャーとんでもない依頼してるな。もう戻してくれ。戻っちゃった。マジ汗かくわこれ。え、でもお前本当に似てたよケーキに。え、これさ、俺サンプル取ってないんだよな。え、だから多分俺そのそういえば確か数日間なんかよくわかんない質問めちゃくちゃされてたんだけど、ディスコードとかで。サンプル取られたかもしれない。あれ、そういうことか。撮られたのかも。いや、そう、多分録画されてたのかもしれない。ずっと怖すぎる。なんかやたらなんか質問してくるな、みんなと思ってたんだよね。なるほどね。これ
怖いんだけど、すごいな。そういうことある。なんでいつこれ企画決まったの？これ今日。今日決まったの。昨日だ。昨日の夜。昨日の夜。今日決まったの。そう、昨日の夜来て連絡が来てやる、うん、今日決まった。そんなすぐな決めちゃったんだ。そうだよ。ごめんな、なんかこんなのに二人とも付き合わせて。全然いいんだよ。俺ドッキリって人生で何やかんやで初めてかけられたわ。うん、嬉しかった。嬉しいんだ、ドッキリ。嬉しいわ。こんなっていうやってくれた、なんか企画してくれた人たちにもありがとうなんだけど、ただお前らに対してはこんな企画に参加するじゃない。いや、うん、いや、おもろかったよ、かなり面白かった。いや、ほんと？だってもらえたし、研究も無料で。そうだよな、うん、それはどうするつもりなの、それもらって。何もできないじゃん。それで、フルパパロ潜るわ。俺はこれです。マジで。ツイッター募集とか潜ろうかな、それで。俺はこれで詐欺する予定。おい、悪用すんな。じゃあ、うん、ありがとうな。またな。ごめんな、ありがとうな。うん、ありがとうな。また遊ぼうな。ありがとう、ごめんな、本当に。ありがとう。はい、ありがとう。はい。すぐ分かった、これ。最初はマイクがおかしいだけかと思った。確かに。まあでもよく普通で言われたのは、いやもうしんどかったよ、あの卓儀がファン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 って笑いするたびに。もう苦しかったもん、マジで腹痛かった。あの笑い方はエグすぎる。金庫なんか明らか盲点、なんとかなんと明らか盲点、なんとかかんとか明らか盲点、もうこのようなものもんではないです。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン、どなれすな一番上。へいへい、誰の脳でいるだけで無駄、へいへい、誰の口も挟めない。ここが忙しいよ。明らか盲点ぐらいしか覚えてないやん、歌詞。